お、こちらなんとあのブレーンさんからお届き物です。あれ何ですかね、なんか頼んだんですか、いきますよ、じゃじゃん、おお、うん、おおすごいすごいすごい、めちゃくちゃいっぱい入ってる。おメッセージが、おあれこれまさか、お巨匠、巨匠エディ・ダニエルズ監修、うわ、おえリガチャ、うわリガチャだこれ。ションズリガチャシリーズが。あ、4枚。届きました。すごい。すごい。リガチャ来ました。リガチャ。あら？案件？案件？あ、案件かこれ。ブレーンさんから案件。あ、でも初案件。イエーイ。やった。すごい。めちゃくちゃいっぱい来てますね。これは3種類あるみたいで。おお。多分革の素材は一緒なんですね。このレールの素材がカーボン、金メッキ、ブルーアルマイトプレートってやつですね。わ、うん、かんない。予習したしないとちょっと危ないですよこれ。でこの革は非濃縮性、合成、ブルーか、ね、不正。これ特許取ってる。結局なんだか分かんなかったですけど。これがブルーとブラックと種類の。おお、かっこよ。ブルーか、これ色すごい。うわあ、かっけえなこりゃ。ネジが結構でかくは見える。いいね、ああ、なるほど。これがこのでかさで結構外側にこう行きそうな感じですね。ああ、外側に行く。とか外側に行くっていう表現。ネジ分析するのいきなり。でもリガチャのネジのサイズと音の影響性っていうのはね、すごいですから、ね。あ、すごい。あ、かっこいい。これが3つ揃えると。あ、めちゃくちゃかっこいいですね、箱。かっこいい。すごい。これなんと、ソプラノからバリトンまで、はい、ラバー用とメタル用、計24。おぉ。マジっすか。そう、ちょっとじゃあ一回並べてみますか。並べてみましょう。はい、お、あ、キャップ入ってるんですね。キャップ入ってる、すごい。お名前入ってらっしゃるよ。え、すごい、でかっ。わ、すごいな。これバリトン用です。マジか。いや、このキャップ高いんすよ、単品で買うと。まあ5年よくなくすらしいから。よくなくします。3つ目なんで1個2300円ぐらいするんですよ。もう買うな、高っ。ゴールド入ってる。リガチャ1個分。あ、本当だ。金着入ってるんですかこれ。金着入ってる。ゴールドの金着。すごいね。うわ、サイン付き。これアルトサックスの。これあの、うわ、いかつ。エディ・ダニエルさんが全部サインペンで書いてらっしゃる。これ直筆？全部。うわ、大変だなこれ。大変だな。すごい。よくやりましたね。いくらすんだこれ。すごい。ちょっと今並べてます。ブロックかっこいいな。おー、かっこいい。ブラックがなんとカーボン製らしいんですよ、うん、すごい、すごいな。いよいよリガチャもカーボンになったから。ああ、うん、時代はカーボンです。時代カーボンです、ね、いよいよリガチャも他になんかカーボンになったの。ケースですね。ああ、うん、なんだこれ。はい、並びました。あ、すごいな。テテ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 テリードに当たる面とマウスピースに当たる面っていうのはすごい大事で、うんうん、これいいですね。ん、途中から超レアなカーボンファイバー。超レア。超レア。この表現いいですね。超レア。カジュアルですね。カジュアルですね。でも最近 iPhone とかもすごい
カジュアルですよ。なんかスーパーキラキラなんとかディスプレイみたいな、うん、めちゃくちゃなんかマジかって感じですけど、結構最近流行ってんすよ多分、ね、なんかめっちゃすごいリガチャみたいな、めっちゃすごいリガチャあ、なるほど、青だけちょっと素材違うんだ。ちょっと楽器出しましょう、つけてみましょう。はい、青めっちゃかっこいいじゃん。まあ、見た目大事ですからね。うん、うん、ここ行くない？おお、あ、いいな。かっこいいよね。はい、おお、お、わあ、あるある探検隊。吹かせろよ。肌取れたみたいな。なんかすごいっすね。なんかすごいな、ネジでかすごい。意外とバランス取るかもしれない。確かに。さっきよりもマットな感じがしない？形状は近いっちゃ近いです。ちょっと特殊な青からいきましょうか。うん。まっすぐこうヒュ